皆さんこんにちは。日本語の森の荻原健人です。今回は JLPTN3 言葉第40回目やっていきたいと思います。それでは早速始めましょう。いろんな地域からの出身者が甲子園に集まる。でもみんな坊主だっていう感じでいきますよ。まず一番最初、いろんな地域って言います。いろんな地域からのこれを出身って言います。出身、いろんな地域からの出身者が、これも一応書いておきますね。これは甲子園って言います。甲子園に集まる。でもみんな坊主だ。まず最初にこの甲子園っていうものを説明したいと思うんですけれども、この甲子園っていうのは日本の高校生が野球をするトーナメントのことを甲子園って言います。これは日本だけじゃなくて韓国でもとても有名です、甲子園で。地域っていうんですけども、地域っていうのは場所のことです。場所、いろんな場所からの出身者。出身っていうのは生まれたところ、出身って言います。生まれたところ、なのでいろんな地域からの出身者って言ったら、いろんな場所で生まれた人たちっていうふうに言います。甲子園っていうのは日本全国の高校生が集まるトーナメントの場所ですので、北海道から沖縄、北から南まで様々な地域の人たち、様々な地域の出身者がこの甲子園に集まります。でもみんな坊主だ。坊主っていうのは、まあ髪の毛がとっても少なかったり髪の毛がもうない人、これを坊主っていうふうに言います。坊主、髪の毛がもうない人、それを坊主って言います。次、カラオケの店員はよく学校からの帰り道を歩く生徒に声をかける。ちょっと長いですね。いきますよ。まずカラオケちょっと書いておきますね。カラオケって空って書いて、これ何もないっていう意味なんですけど、カラって言います。これカラ、あーひらがなで書いちゃう、すいませんね。カラオケ、カタカナでカラオケ、カラオケってカラオケっていう風に書きます。で次、この2文字を、これを店員って言います。店員、カラオケの店員をよく学校からの、これを帰り道って言います。学校からの帰り道を歩く生徒に声をかける。カラオケ、カラオケって言われて皆さんちょっとなんかわかんないなと思う人いると思うんですけど、カラのオーケストラ、これを略してカラオケっていう風に言います。で、これ結構日本で始まったものだと思うんですけれども、普通に曲を聴くとき、歌を聴くときって歌手の方が歌を歌ってるんですね。でもカラオケっていうのは自分が歌を歌う、メロディーはちゃんとそのまま残っていて自分が歌手になったように歌う場所のことをカラオケっていう風に言います。なので、友人、友達を誘って、すごく、まあ、3人、4人でも、大人数でも、たくさんの人数でも、そこのある個室に入って、自分の歌いたい曲を選んで歌う。歌手みたいに歌う。これをカラオケっていうふうに言います。店員っていうのは、これは、店員っていうのは、これ店の、店で働いてる人のことを店員って言います。店で働いてる人。カ
帰り道っていうのはこれもその通りで帰る道、帰る道のことを帰り道って言います。学校からの帰り道、例えば学校から家までの帰り道って言ったり、学校から駅までの帰り道っていう風に使います。これ僕が今通っている早稲田大学でよくあるんですけれども、僕が早稲田大学から駅まで帰っている道、帰り道で途中でカラオケ屋さんがあるんですけれども、カラオケの店の人、店員がよくカラオケどうですかっていう風に生徒に声をかけます。以上、今回2つの文章を見てみました。ちょっとなんか日本にしかないものとかも、カラオケとか坊主とか甲子園とかっていうことを今回説明したんですけれども、もし興味があったら検索してみてください。以上です。